タラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティービー始まるよ。こちらパードも青春です。もくもくもかです。タンタン。イエーイ。ちょっとね、初めてのプリティービーさんの出演なんですけど、はい、お邪魔させていただいております。めっちゃ緊張ですね。緊張してます。めっちゃ空間が静かすぎちゃって、うん、大丈夫かなって、うん、いやでも空間静かだからこそ俺らがめっちゃ盛り上げる。なるほど、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、で今回は僕たちのバッグの中身紹介していきたいと思います。イエイ。どっちからいく？私からいきます。いやちょっと待って。ちょっと待って。先輩 YouTuber としてバッグの中身をこういうのが面白いんだよっていうのは紹介したい。きっとしゅんくんが面白いネタを用意してくれてると思うので。そうです。先輩だもん。だからそれ取っといて。違う。じゃんけんしよう。じゃんけん。勝ったら見せよう。勝った方から。うん、最初はグッじゃんけんぽい。やだ。しゅんくんグー出すと思った。しっかよ。私バッグが2個あって、え1個目がこちらです。可愛くないですか？可愛いハートのやつね。サマーサベガさんのバッグです。すごい、すごいですね。超ごついよ。ごついていた。狂気になるよこれ。こんなそんなってると大丈夫ですよ。まあ、まずお財布、トミーヒルフィガーさんのお財布。おお。もともと長財布使ってたんですけど、うん、このバッグちょっと長財布入らない。あ、そうか。物理的にね。そうです。このバッグのために買いました。あ、そうなんだ、はい、で、これがまあパスモで、うん、あとこれが髪の毛の青毛を整えてくれるやつ、マスカラみたいな。白いんだ。なんか女の子っぽいね。あ、ありがとうございます。やったぜ。女の子だもんって欲しかった。女の子だもん。で、あと香水ですね。サネルさんのです。以上。以上。こっちは以上。本当は、うん、携帯とかをこっちに入れたかったんですけど、うん、携帯もちょっと入らないとか。で、2代目が登場するっていうこと。なんかそれなんかさ、割に合わなくないなんか。いや、これを買った時は、うん、まだ機種が8で、うん、その時は入ったんですけど、うん、11にしたら入らなくなっちゃった。まずポーチ、メイクポーチ。これファンの子からいただいた。めっちゃ大人っぽくて可愛くて。絶対嬉しいじゃん、ファンの子。ありがとうございます。じゃあまあこちらですね、マキアレーベさんの下地。おお、あれね、うん、それそれ。こちらディークリアファンデーション、ホワイトナチュラル。これめっちゃきめ細かいファンデーションで、うん、あの結構毛穴とか綺麗に隠してくれるファンデーションです。へー。キャンメイクさんのアイブロウ。あ、キャンメイクも使うんだ。ちゃんと使います使います使います。この中で一番のおすすめは、一番はこれ。何それ。マスカラなんですけど。これ、はい、なんて言いました。これマスカラって言うんだっけ。合ってるよね。こうですね。なんかもう近いなと思って。やり方は知らんよ。でもこう上げるっていうね。そうですそうです。上げ、まつげを上げるやつで、これすごいあのブラシのね、一本一本が細いんですよ。こうなんか長時間崩れないでついるのでおすすめです。それは大体どのくらいなの。お値段ですか。そうちょっとあんま記憶に。絶対これお母さんに買ってもらいましたよ。いや自分で買いました。で、あと鏡、うん、スタンドにできるタイプの鏡と、あとハンカチ持ってんの。ハンカチ持ってます。女子力すごいね。ハンカチ持ってます。であとハンゴ帳。ちょっと待って、さっきかな。絶対この企画のタイミング持ってきたいって。私勉強してますよって。違います違います。あのいつもは入ってないけど、今本当にテスト1週間半前ぐらいなんですよ。だから入ってる。まあ、あとマスクとか、うん、そんだけ。イヤホンとか日傘。ああ。そうだね、日差しできたもんね。そうなんですよ。であと日焼け止め。あ、日焼け止めね。あ、これなんか優秀らしいよね。めっちゃ優秀なんですよこれ。あのトーンアップ効果があって紫色なんですけど、うん、であと櫛。あ、櫛。さすがにこれとかで終わらないよね。と携帯。うんうん。でです。え、です。言ったじゃないですか。本当だ。こんな感じです、私は、はい、ありがとうございます。ということで以上となります。あ、違いますよ。いやいやいや、そんな。え、今日もかちゃんのバッグを一緒に見ようっていう回じゃない。そんな緩い企画なくないですか。いや、しかもしゅんくんが面白いのを持ってきてくれて、なんかね、あのカメラが回る前に、あ、これは大丈夫ですねって言ってたんで、うん、当たり前やん。だってですよね、うん、いや YouTuber 歴長いですもんね。そうだよ、だってもうちょい3年になるし、さすがにお前一人持ってくるの決まってるよ。ですよね。当たり前やん。じゃあお願いします。そうだね、こちら痛い痛い
こちらですね。はい。まずさ、どんな面白いものが出てくるんですか。まあ最初だんだんつまんなくなる。最後のところ。ああ面白いもの。そうそう、確かに。まずこちらバケハですね。白のバケハです。かっこいい。でこれは企画で使ったウィゴーさんのやつで、いいですね、なんかレザーっぽくて、うんうん、結構かっこいいなと思って。次が、はい、こちら僕が使ってる香水を持ってきました。おなじみですね、フリージャミスト。こちら結構、これが結構白では一番人気なのかな、この種類の中だと。匂いが結構長時間続くんですよこれ。うーん、でこれです、ファイトリングこれなんかこれとこれ両方一緒に使ってもいいみたいで。へー、そうだから自分はこっち使ってる時とこっち使ってる時がちょっとバラバラかもしれない。じゃあまあその日によって使い分けるね。そう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 。と白っぽいもので、あ、そう、白っぽい文字もね、はい、そうそうそう、文字まで白っぽいもので。で次がですね、エアボッツプロ白ですね、またやっぱこれは大事なんですよ。いやまあ大事ですよね、うん。まあ、これと、はい、あとはこうやってメガネですね。おお、最近メガネハマってますよね。最近メガネハマってるんですよ。で次、はい、こちらね、シャネルのボーイドゥシャネルリップボーム、保湿してくれる白いやつですね。やっぱまた白おいいですね、うん。あとはなんかちょっとごつい、あの持ち運び充電器、これとアイシャドウパレットとかと同じですよあとは大事なこれですね、あ、ミンティア。ミンティア2種類、うんうんうん。ミンティアって結構持ってる人多いですね。ちゃ持ってるよね、うん。結構これはスースー系ですね。ですね、というと、はい、ミンティアは基本スースー系だと思いますでこれはあの長財布ですね。僕はコーチのかっこいい財布で、大学生の頃に友達一緒にいるメンズの人たちがお金出し合って買ってくれて、すごい。そうそうそう、それもずっと愛用してます。まああとは、はい、そろそろ面白いもの出してきていいですよ。もう終盤ですね。だよね、ラストはね、もうねあれなんですよ。あ、ラストでもないわ、まだラストじゃない。これは充電器。おー、もう俺あの畳まないタイプなんでこれすぐ使えるよね。あ、まあ確かに確かに。あれ大丈夫ですか。もう終盤ですよ。いや、まだまだいっぱいある、まだまだ全然いっぱいあるよ。なんか平べったいですけど。まだいっぱいある。で、マッキー。何ですか、何に使うんですか、それ。いや、なんか入ってる。ほくろとくんですか。もうほくろいっぱいあるからいらないもん。これが、そう、ツインマーカー。はい。はい。はい。以上です。え、ジュー君。つまんないですつまんないですよ。え、だいぶつまんないですよ。そう、はい、結構いや今日聞いてましたよね、カバンの中に紹介。あー、あれで聞いて聞いた、うん。やっぱ YouTube 歴3年がこれでいいんですかバカバカ、そんなお前あるに決まっとるやん。ですよねありました。これレアですよ。結構レアだからね。マジレアだから、ね。レアですか？ジュキアっていうやつがいるんですよ。はい。そいつが昔、本当に昔出した、キャラがいて。はい。それのステッカー。これレアで、マジで。マジで、これ持ってる人マジで少ない。いや、伝わりにくい。え、マジで少ないからね。これ結構レア。そんなレアなんですか？それをなぜかしないけど、ずっと放置してたここに。たまたまじゃないですか？いや、これ、これです。マジでレアだから。好きな人は多分。可愛いですね。うん。俺のメイン。メイン、うん、以上以上以上、ごめんなさい、こんな感じですね。本当申し訳ないですね、うん。あ、でもやっぱりバッグの中身ってそれと面白くするのもありだと思うけど、やっぱ普段の自分がこうなんだよっていうのを伝えた方がいいと思うから、うん、やっぱこれが正しいんだよ先生、冒頭に戻ってほしいですかね先輩 YouTuber としてバッグの中身をこういうのが面白いんだよっていうのは紹介したい。あんなに面白いもの任せといてとか言ったくせに今回その自分たちの中身を消化するんだから、はい、だから私もその手で来たんですよ。ジュン君は最初に自分で、うん、いや俺面白いのあるから任せといて、うん、って言ってた、言ってたじゃないですか。そんなこと言った、はい、すいません、冒頭に戻って、先輩 YouTuber としてバッグの中身何回戻るんだよということで、はい、今回僕たちのバッグの中身紹介をさせていただきました。はい、まあこんな感じだよね俺らはね。そうですねまあこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価コメントもよろしくお願いします。せーの、バイブリー。